福岡福岡全くゼロから作る町になるので、既存の町や建物、まあ、しがらみみたいなものがなく新しく町づくりができるっていうところを逆に生かすんであれば、なかなか他にはできないことがうちではできるんだろうなっていう予想予感があるので、再エネの町に共感してくれるような人たちや企業をこう引きつけたいと、ここら辺については井原さんにもご協力いただければと思っているところです。これからもう真っさらなところに企業さんに来てもらってとか、新しい仕組みを入れてこう自由にトライできる部分が普通はやりにくいところの中にもこうあるのかなと思っていて、ゼロからのマイナスからの街づくり、ゼロからというよりはそれをマイナスを絶対値をプラスに変えると全く新しいものが出てくるという可能性もあるのかなと思ってやっております。こうやってみないともう何が当たりか分かんなくて、トライアンドエラーっていう本当に挑戦し続けるしかない街なんだなっていうことを感じています。やっぱりそういう挑戦し続けることでなんかその新しい街、それが新しいオープン街の形なのかなって思いながら働きながら半年間感じたところです。課題先進地域っていう言葉がなんかこのスタディツアーでも聞こえてきたんですけども、それをこううまくこうチャレンジっていう風に変えて、このゼロから作るっていう段階でもそうですし、10年後20年後もチャレンジしたいってなったら、あ、大熊って有名だよねみたいな、なんか面白いことできるらしいよみたいな、ところで、省内からもいろんな取り組みとかチャレンジが生まれてくるような街になったら、すごい活性化にどんどんいい方にしていくんじゃないかな。